4月は新たな出発です。 ANA グループの入社式では2700人が社会人スタートを切りました。皆さんのこれからの挑戦応援しています。頑張ってください。1日の入社式には ANA 所属の羽生結弦選手が応援メッセージを寄せました。 ANA グループでは来年から再来年にかけて羽田や成田空港の拡張が予定されているため、国際線の拡大を見据えて今年はグループ36社で2700人と去年に続き大幅採用となりました。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて羽田空港・成田空港の発着枠が拡大されます。私たちにとっては大きなビジネスチャンスとなります。この成長戦略を支えるのはもちろんここに集まった36社を含む ANA グループ80社約4万人の社員であります。いよいよ社会人になったんだなっていう気持ちがあって、不安もあるんですけれど、この会社で働くっていうことに対してすごい期待を抱いております。グローバルな視野や考え方を持って、グループが一丸となって働けるように努力と挑戦をしていきたいというふうに考えております。